というわけで今日はポポちゃんがやってきてくれました。ポポちゃんどうですか？もう徐々に暖かくなってきてね、そろそろタンポポが咲く頃ですかね。まだ咲かないかね。桜がね咲くとね綺麗なんですけどね、まだまだね、あと一月以上かかりそうですね。では今年ポポちゃんの目標は何ですか？ふわふわの毛をなびかせて春を感じる。あ、ふわふわの毛をねなびかせてね春を感じるんですね。いいですね。じゃあふわふわの毛になっていきましょう。以上中継でした。